タランテラを踊る女性タランテラは、イタリアナポリの舞曲。3、8、または6、8拍子のテンポの速い曲である。曲名は、タラントという街の名前に由来するという。また、同じ街の名を由来とする、毒蜘蛛のタランチュラに噛まれると、その毒を抜くために踊り続けなければならないとする。話からつけられたという説もあるほか、その毒の苦しさゆえに踊り狂って死に。 それを表現したという説もある。タランテラの歴史は中世にまで遡ることができ、より古い形式のダンスが起源とされる。マンドリンやタンバリンの演奏に合わせて踊られるが、一つのスタイルに固まるまで色々なリズムが存在したらしい。ショッパンやリストなどもタランテラを作曲している。タランテラは一人で踊ることよりは、グループ、特にカップルや、 女性のペアで踊られることが多い演舞曲である。最初は右回りに踊るが、曲の位置区切りごとに回る方向も左になり、テンポも速くなる。これが何回か繰り返され、遅れずについていくのが、だんだん難しくなっていく。タランテラは、舞台では、ヘンリック・イップセンの、人形の家、映画では、ゴッドファーザーなどに登場する。ありがとうございます。